どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の奈良美です。本日も映画レビューしながらドライッとプレイしていきましょう。はい、今回は昨日に引き続いてヘッドセットのマイクで喋っているので、ちょっと音質がねあまりよろしくないかもしれません。はい、ということでね、今日も全身血まみれのアダム・フランシスでプレイしていきますね。舞台はおぞましい貯蔵室、略しておぞ貯。さあ今日のお相手は誰なのかな。はい、今一瞬姿見えましたね。今日のお相手は、苦手だな、リージョンか、リージョンやだな。はい、というわけでね、当チャンネルは映画レビューがメインとなっております。ゲーム実況はね控えめですのでよろしくお願いいたします。ここね載せていきましょう。そして今日もね早速新作映画をレビューしていきたいと思います。今日レビューする映画は劇場版ファイナルファンタジー14光のお父さん。原作はマイディ氏の一撃格殺 SS 日記というブログに連載した光のお父さんというタイトルの一連の日記なんですね。それはテレビドラマ化、そして書籍化もされて、今回満を持して実写映画化されたということらしいんですよ。何年か前に電車男というこちら2チャンネルに書き込んだ記事が映像化されたけど、ジャンル的にはねこれも多分同じなんじゃないかなと思います。まあね、電車男もそうだったんだけど、作り話なのか事実なのかね、ちょっとね分かりかねるとこありますもんね。なんか話ができすぎているような感じがしないでもないですけど、どこまでが事実なのかね、ちょっと興味深いですよね。ちなみにテレビドラマ版は深夜枠で30分の全7話のドラマだったんですね。マイディ役を千葉雄大さん、そしてお父さん役を最近亡くなられた大杉蓮さんが演じてたそうです。正直このブログも、こんなブログが存在していたこともテレビドラマ版も知りませんでした。そして僕はねファイナルファンタジー14もねプレイしたことがないんですよ。というわけでそんな僕が本作をレビューしてみたいと思います。さあどうだ、負けるかな。今そこにいたね。竹が映ったね。どうかでちょっとね、まず回復しないといけない。大丈夫か。リージョンは先日弱体化が入ったんで、不人気キャラになるかと思いきや、まだたまにね、遭遇しますね。はい、というわけでね、映画の方、ファイナルファンタジー14、光のお父さんの方、ストーリーを簡単にね、説明してみたいと思います。主人公、岩本家のお父さんは典型的とも言える仕事人間で、出張や単身赴任で家にいることがほとんどないんですね。だから、家族との交流もかなり乏しかったわけです。昭和時代あるあるですよね。がむしゃら社員が横行してましたから、お父さん仕事にかまけてね、家族に全く顧みてくれなかったなんていう人もね、結構この動画を見ている人の中にもいるんじゃないでしょうか。家族ドラマとしてはね、かなりありがちな設定ですよね。で、息子の明夫は幼少期とても寂しい思いをしていたわけです。そんな彼の父親との思い出は、一緒にファミコン版のファイナルファンタジー3をプレイしたことなんですね。で、ちょっとね、と思ってさっき調べてみたんですけど、ファイナルファンタジー3、ファミコン版のファイナルファンタジー3は、1990年に発売されてるんですよ。もうね、30年近くも前なんですね。ちょっとびっくりしました。いや、当時僕ね、ファイナルファンタジー、バリバリにプレイしてましたからね。ちなみに本作では、明夫の役を坂口健太郎さんが演じているんだけど、彼は何歳という設定なんですかね。小学生の時にプレイしていたなら、もうアラフォーですよね。坂口健太郎くんの明夫は20代にしか見えません。もっともリアルタイムにファイナルファンタジー3をプレイしていたわけじゃないのかもしれないですけど、ちょっとこのシーン引っかかりましたね。なんかね、新作が、ファイナルファンタジーの新作発売当時の雰囲気っていうかね、映像だったような気がするんですけど、ちょっとここ引っかかりました。原作では、明夫くんは何歳という設定だったんでしょうかね。そんなわけで、それはともかくね。そんなわけで明夫は父親にどう接していいのかわからず、二人の関係はどことなくね、ギクシャクしてきたわけです。お父さんは寡黙で、家族に自分のことを話そうとしないタイプなんですね。そんな父親が専務に昇進という話が持ち上がるんだけど、どういうわけかね、お父さんは、会社を辞めてしまうんですよ。専務っ
に昇進するっていうね、話が持ち上がってもかかわらず会社辞めてしまう。でもその理由を家族にすら語ろうとしないわけです。明夫は会社に行く必要なくなってしまったお父さんとどうコミュニケーションを取っていいのかね、戸惑ってしまうわけですよ。そんな明夫の趣味はね、オンラインゲームのファイナルファンタジー14をプレイすることなんですね。やべえ、来た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 。どうだ？こちらの姿はね、見えてるかもしれない。いや、大丈夫か。とりあえずね、ちょっとレスキューに行きましょうかね。救えるかな？頑張るね、俺。さ、今、誰かがタゲを取ってくれてるみたいだから、今のうちに。入り口、入り口。いつもね、この入り口がね、よし、オッケーオッケーオッケー。さあ、助けに来たぜ。オッケー。来る来る来る。すぐ上がった方がいいよ、すぐ上がった方が。逃げた方がいい。いや、大丈夫なのかな？だったら治療しちゃおうか。オッケーオッケー、治療するする。よーしよしよし。うわーと言ってる間にね、一人またダウン取られてしまいました。さっきのミンちゃんかな。よし、オッケー。で、さっきどこまで話したっけ？秋夫の趣味が、ファイナルファンタジー14をね、プレイすることなんですよっていう話をしたかな。で、ある日ね、フレンドと会話をしていて彼は気づくんですよ。そうだ、お父さんにファイナルファンタジー14をプレイさせて、息子であることを隠してね、一緒に冒険をすればいいんじゃないかって。オンラインゲームの世界ではプレイヤーたちはリアルな世界では口にできないようなことでも本音で語るんですよ。きっとゲーム空間ならお父さんも本音で語ってくれるんじゃないかって、そういうわけだね。で、明夫は退職祝いと称してプレステ4とゲームソフト、ファイナルファンタジー14のゲームソフトをお父さんにプレゼントするんですね。一時はファイナルファンタジー3を一緒にプレイしてね、その時お父さんちょっと若干ハマってたんですよ、ファイナルファンタジー3に。当時案の定この14でもお父さんハマっちゃうんですね。いや、そのハマりようといったらね、完全にもう息子を超えてるというかね、もう一日中ゲームのことばっかり考えてるんですよ。で、それを見かねた、奥さん、お母さんがですね、パパ、お父さん、ゲームは一日1時間してね、コントローラーを取っちゃったりしたりするんですけど、もうお父さんね、もうゲームのことしか頭なくて、ついには攻略本まで買ってね、もうそれはね、丹田にし、あの攻略をしら、あの、攻略法を調べてるわけですね。で、たまにはね、こうやって息子の部屋の扉を叩いてね、どうやって倒すんだみたいなのを聞いたりして、もう完全にはまっちゃってるわけね。寡黙で真面目な父親がゲームの世界では思いっきりはっちゃけているんですよ。そうやって息子が操っているキャラクターとは知らないで、自分の本音をね、その息子のアバターというかキャラクターにね、語りかけるようになるんですね。で、そうやって2人でね、みんなで冒険してる間に経験値もたまって、キャラクターはだんだん強くなっていって、ついにはみんなでラスボスを倒そうっていう段階になるんですよ。さあ、今度僕は竹になってしまいましたね。さあ、ここでなんとかやり過ごしたいけど一撃食らうな、これ。さあ、板はないか？板、あるけど、ダメか。お、うまく負けた？それか、竹移ったのかな？あー、竹が移ったのか。で、僕、一緒にみんなでね、プレイしていくうちに、経験値も溜まって、キャラクターが強くなったんで、ついにはみんなでね、ラストボス、みんなでラストボスを倒しに行こうってなったわけで、そういう段階になってね、なんと、父親、お父さんが抱えている、ある秘密が明らかになるんですよ。そんなお話ですね。このブログは1000万アクセスを超えて多くの読者の心に響いたようですね。テレビドラマ版も、テレビだけじゃなくてネットフリックスでも配信されて世界中から反響があったそうです。当然映画化という流れになるわけなんだけど、大杉姉さんがね、亡くなっちゃったからね、急逝しちゃったんで、キャストが一新されることになったようですね。テレビドラマ版と映画版の違いはね、テレビドラマ版には出てこなかった明夫の妹がね、映画版では出てくるんですね。
僕ね、まあ、ちょっとテレビドラマ版は知らないんですけど、この妹の存在が今回はかなり光ってたと思います。明夫だけで家族の絆を描くにはちょっと弱すぎるんじゃないかな。娘とのエピソードは個人的には明夫よりもね、良かったんじゃないかなと思うんですよね。この妹と父親のエピソードが逆にこう家族の絆というものをね、強くする重要なエピソードになってたんじゃないかなと思いました。むしろ明夫より妹だと思うんですけどね。それじゃあ先にね、もう少し詳しいレビューしたいんですけども、その前にいつものように映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけてまいりましょう。映画劇場版ファイナルファンタジー14光のお父さん、評価額はズバリ1200円、良作です。あれれ、発電機の修理終わらないですね。なんか上でガチャガチャ鳴ってるから修理したと思ってたんだけど、人いないのか、それとも逃げたのか、離れたのか。あとちょびっとですよね、この音だと。はい、というわけでね、本作は評価額1200円ということで、まあ、良作ですね。まあ、ストーリーや物語の雰囲気に関しては、もう完全予想の範疇でした。なんか予告編を見たとき、こんな映画になるんじゃないかなと思っていたら、まあ、まさにその通りだったんですね。そういう意味で、ファミリードラマとしては王道で大きなひねりもありません。ただ、オンラインゲームという異色の存在をファミリードラマにうまく絡めたなってちょっと感心しました。今やゲームは一昔前のそれとはもう全然違いますからね。SNS 以上に優秀なコミュニケーションツールじゃないですかね。本来噛み合わない人たちがゲーム空間だと仲良しになれるかもしれないですよね。もう右翼と左翼の人がね、ゲーム空間では意外と仲良しになったりね、話が合うかもしれないですよ。まあね、オンラインゲームっていうのは人と人との絆を結びつける、ある意味産業革命に匹敵するコミュニケーションツールじゃないかと思います。それほどまでに感情移入して没入できるだけの世界観とリアリティをもう表現できる時代なんですね。進化したグラフィックスがあればこそです。さすがにファミコンのグラフィックではね、ここまで人々をつなげるだけのポテンシャル、表現力はないですからね。やっぱりね、まずリアルであることがね、重要なんですよ。さあ、これはね、ノーワンエスケープでしょうな。いや、ダウン取られちゃったからね、ちょっとだけ遅かったですね。まあ、とにかくね、これでノーワンエスケープを阻止することは、ワンパンをね、阻止することができました。グッジョブだ、俺。さあ、まだね、生きている。なんとかレスキューしたいところ。このね、映画見るとね、思わずファイナルファンタジー14をプレイしてみたくなりました。僕ね、ファイナルファンタジーは多分12ぐらいまでしかやってなくてね、ドラクエもそうなんだけど、オンラインゲームのバージョン一度もやったことがないんですよね。なんかね、RPG は一人でやるものだという、まあ、そんな強いイメージというか、あんまりこう、オンラインでやりたいとは思わなかったんですけど、ナイスレスキュー、この映画を見て、オンラインもいいなと思いました。やっぱり人々とね、いろんな人とコミュニケーションを取りながら、みんなで冒険をしていくっていうのはね、これはこれでなかなか面白そうですね。未だかつてね、ちょっとそういったオンラインゲームをね、経験したことがないので。おお、あっぶねえ。とりあえずね、まだゲート開いてないみたいなんで、こちらちょっと開いておきましょう。来るなよ、来るなよ、来るなよ。来ちゃ嫌よ。で、この映画なんですけど、来たかー。これはタゲになったかなー。あー、タゲになっている。まあ、なんとかね、ノーエスケープはもうすでに阻止してあるので、なんとか今のうちにゲート開いてちょうだい。一撃食らうな。うわー。さあ、逃げ切れるか。板は？ないね、板ないね。あれ？嘘。あー、そこでか。ゲート開いてる最中にやられたんだね。さあ、とりあえず向こうのゲートも開いて、まあ、とにかくね、もう逃げたいです。さあ、もう行かれてしまった。あとはもうね、脱出するだけ。とりあえず、まずはここでね、意表をついて地下で、まさかに地下にいるとは思わないでしょうからね、ここで治療しましょうかね。ちょっと来た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 。バレるかな？大丈夫？バレたくねえ。
さあ、なんとかね、ここまで来たら生きて脱出したいですよ。で、本作なんですけど、もうこの映画はね、なんといってもお父さんを演じた吉田鋼太郎さんが全てです。何ですかね、このおっさん。妙に威厳があって、風格があってさ、それでいて、なんていうの、チャーミングで可愛らしくて、なのに怪しい感じ。この人が醸し出す空気や佇まいが、この映画の面白さの全てでした。ゲームとか家族ドラマよりも、このおっさんを観察して楽しむ映画なんですよ。それだけでね、この映画十分に面白いんだからすごいですよね。吉田鋼太郎さん。あとね、田中泯さんってこういう役をやらせたら本当右に出るものはいないですね。で、これは皆さんの家庭環境にもよるかもしれないんですけど、僕はね、この映画かなり泣けましたね。定番の父と息子の触れ合いドラマなんだけど、オンラインゲームという特異性をうまくドラマに絡ませています。仕事に悩む明夫がゲーム内でお父さんからアドバイスをもらって、それでうまくいったりね、それを生かしてうまくいったり、逆にお父さんも息子から家族に対する向き合い方を提案されます。このね、父から息子へ一方的じゃないところがね、良かったですね。ということで、僕もね、なんとか見事に、綺麗にね、脱出することができました。お疲れ様です。ああ、疲れた。この動画の概要欄に過去の映画レビューのリンクを貼り付けておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。映画はあいうえお順にタイトルが並んでいるので見つけやすいと思います。そして当チャンネルでは今回のように新作映画をなるべく早い段階でレビューして、皆さんの映画ライフのお役に立ちたいと思いますので、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたしますね。あとコメントもよろしく。あんまりね、僕のね、チャンネルコメントがつかなくてちょっと寂しいんですよね。いや、もうこの映画はね、本当にね、思った以上に面白かったですね。もうちょっとね、チャチな映画になるかなと思ってたんですけど、やっぱり役者さんがいいですよね。吉田鋼太郎さん、ほんと最高。そして、妹の役の女の子が可愛かったですね。あとね、坂口健太郎くんね、イケメンなんだけど、ちょっとね、痩せすぎ？頬がこけてて、ちょっとの頬のこけた感じがね、もったいないですよね。もうちょっとふっくらした方が、彼は健康的なこうイケメンっていうかね、今ちょっとね、貧相の感じしちゃいますね。もうちょっと太った方がいいな。ただこう、なんていうか、彼もね、まあ、お父さんもそうでしたけど、彼も笑顔がとてもチャーミングですね。なんか、韓国の俳優かアイドルに似たような顔の人いたと思うんですけどね。まあ、韓国の俳優さん、笑顔がね、素敵なんだけど、この坂口健太郎さんもね、笑顔とてもいいですね。そして僕とほぼ同年代のね、財前直見さん、もうすっかりおばちゃんですね。まあ、お綺麗な、まあ、綺麗なおばちゃんなんですけど、いや、もう僕らぐらいの年齢がね、もうあんな大きな息子とか娘の父親とかね、母親役って、いや、ほんと年取りましたな。実は今日ね、ちょっと静岡県内のある高校に講演会に行ってきたんですよ。まあ、いろいろとね、作家になる、まあ、夢を叶えるみたいなお話をしてきたんですけど、やっぱこう高校生とかになると、本当もうね、自分の子供より小さいぐらいですから、いやー、みんなね、若くてやっぱいいですね。夢があって、まだね、こう、自分のこう将来も決まってなくてね、将来に夢を持ってて、いやー、若いっていいですね、羨ましいなと思いました。はい。というわけでね、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら、高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック。iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。